マイク特になくても大丈夫ですか。はい、地声で、はい、マイクはないので、はい、じゃあではよさこよ踊りましょう。いくわよ。はーいこれ住職的に大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。面白い画をね狙ってこういうのをね作ってますので、はい、これも狙いの一つです。はい、じゃあ田口さんいいですか。1番で1番やったらこうフェードアウトです。私はちょっと合図してます。あ、ちょっと前の方が危ないですね。もうちょっと前に。共産会長であります中川福志郎衆議院議長、また松田千春県会議員、そして板谷市長原博道様代議、横田教育長、責任役員、歌舞伎高志、代理、柳橋歌舞伎会社茨城本店長様、そして先般選挙の終わりました板子市議会議員の皆様方で、この日の出の町をいつも支えてくださっている関口代表区長をはじめとする区長団の皆様方、ご決意を頂戴しまして、多く大勢遠くからはるばるお集まりをいただいておりますご参列の皆様方、それぞれに改めて厚く御礼を申し上げ、この節分を謹んでお務め申し上げました。節分とは春夏秋冬それぞれが立つ立春立夏立秋立冬という4つのこの季節の変わり目の前日のことを指す言葉でございます。中でもこの立春、春が経つと、この時には1年が切り替わる時と言われており、いい年を迎えるにあたり、まさらになった自らの心と体にさまざまな横島なものが魔が寄ってくるということで、これらを払うために宮中で追儺という法要を行っていたということが、この節分の起源だと言われています。夏や秋ではなく、この立春春の訪れを記念するこの時期にこうした行事をするのには本来の意味があったということでございます。教会の皆様による演劇天女と鬼悲しみをありがとうです。それではよろしくお願いいたします。だからもう俺いけないの。